そう、あの自分で弾くよりもですね、この黒渕くんに弾いてもらう方がですね、はるかにうまいんで、アジサイという曲なんですけれども、ちょっといつもの僕がやるときはアイドル歌謡曲としてやるんですけどですね、ノリノリやるんですからね、はい、間違ってこれはちょっと違ってですね、あの歌謡サスペンスバーという、ちょっとゴージャスなやつです、はい、じゃあお願いします。最初仮面ですよ、その後の紫のアジサイが雨に打たれる姿がとても悲しく映るのはきっとあなたのせいね。通り雨のように気まぐれでいつだって自由でいたいって思う人、あなたこの頃とても偽り笑いが少し上手になったみたいよ。青紫のアジサイが雨に打たれる姿がとても悲しく映るのはきっとあなたのせいね。9月の心の水玉模様、あなたの匂いとアジサイの花、あっちがマイクだからあっちにピサイピアノ黒渕くんです。イエーイ。装って自信ありげにうなずく人、あなたは一体いつまで待ち続ければ、素直な気持ちを話してくれるの。I'm not